に登るのは半年ぶりぐらいですね。冬の間全然行かないですよ、本当に。そうですね、なんかただ雪山にコンスタントに行こうというモチベーションが最近もうなくて、誘われれば行くんですよもちろん。なんかこう一人で行きたいなっていう情熱が失われてますね。まあトレーニングだと割り切ってっていうのはありですけど、ですね。半年ぶりでいろいろと拙いところが多いと思いますが、お許しください。雪山に至ってはあれですよ、2年ぶりですよ。そうなんだ。前回の高又木以来の。そうなんだ。そうですね、うん、いいところに住んでるからもっとたくさん登った方がいいんじゃないだろう。あのぜひご一緒に、はい、パートナー難民で、はい、よし行こう。そこ中が楽しすぎるんじゃないですか。なんか今まではずっと景色がコロコロ変わってたのに、爪になったらもう変わらないじゃないですか。ひたすらヤブを登っていくだけっていう感じで、あーなんか踏み跡になってますね。ありがたい。はい、まあ、ある程度通る人はいるということで。足拍子の差はどうですか。でしょうね。上の方なんかすごい脆そうですもんね。ロボクター行ってないですね、まだ。あんまり快適ではないということで。あああんまり気楽に行くと危ないやつ。ああちょっと面倒くさいですねそれは。あ、くたびれるね。予想以上に暑い。暑さでやれちゃうね。そうですね。今日の調子はどうですか。いや久しぶりにしては歩けてるんじゃないですか。なんて言って、うん、この野望ねをね、うん、本当ここまではやぶやぶだった、うん、この後はこんな感じで多少は雪山っぽくなることが期待できるかな、うん、そうですね。何しに来たか分かんなくなってますね。、うん、あでも景色は綺麗、うん、うん、なんというか
それどころじゃなくなっちゃうんですよ、大体一泊二日で行く沢ってなんか日帰りで行っちゃったりとか、まあ、なんかこう泊数を縮めがちというか、そうすると魚釣ってる暇なんてないというかまあだからあんまり良くないなと思って、それ今年はもう魚釣りを目的とした参考も、まあ、1本か2本ぐらいはやろうかなと思ってますね。背景が背景おいやー綺麗ですね、素晴らしい。こうやって見る谷川連峰の山々、いろいろ思い出が残ってるでしょそうですねなんだかんだ生きてますね、ええ、下る頃にはさらにぐしゃぐしゃですね。そうですね、割と頼もしい。笹には何度も命を救われていますね。ああ、そうですね、本当に助かります。それに比べてシャクナゲはもう刈り取りたいです本当に屋久島のシャクナゲは本当に強烈でしたね。もう最悪でした。でもあれを体験したおかげで本州のシャクナゲはまあまあ優しいなと思えるようになったんでやぶですね。いや本当に雪解けが早いですね。まずいかなと思ってヒートはやってたんですよ。ヒートトレーニングって言ってインターバルで20秒本気で、ま、マウンテンクライマーって言うんですけど、四つん這いの状態から足をひたすら駆け足のように動かすっていう、で10秒休んでまた20秒やるっていうのを4分やるんですよ。心肺機能が結構鍛えられると言いますか。お、それで頂上かな。うん、濃いですね。あっち？あっちですかね。山頂よりこっちの方が周りに木がないので眺めはいいかもしれない。
お、看板が見えましたね。ちゃんとありました、看板。標識出てるのか。ああ、あるです。地味な山頂標識。荒沢山のピークに到着です。なんかあった。雪量が終わりましたね。降りてきたら灼熱ですね。すごい暑い。飲みたくなりますね、これは。あ、下山大変だったね。登るより下る方がやっぱり。やぶでくたびれた。やぶで消耗した。こんなやぶだとは思わなかった。ねえ、足元も泥でなんか悪いし。びっくりだ。まあでも、景色がすごい良かった。そうですね、うん。この辺の山々一望できましたね。うん、天気にも恵まれ。うん。いい山ですね。うん。いや、もっと雪が多い時に登りこれ。うん。そしたら、もうめっちゃ快適ですね、うん、きっと。うん。これが朝の足跡かな。ああ。戻ってきました。はい。なんだかんだ疲れましたしね。ちゃんと雪ついてる時よりも疲れるんじゃないですか。ほとんどやめでしたし。お疲れ様でした。